夜はまだまだこれから？コロちゃん、眠れない夜。初めてのお泊まり旅行に来ているコロちゃん11歳。ホテルでの生活にも慣れ、そろそろ眠くなってきました。今回の動画では初めてコロちゃんと一緒に朝まで寝たいと思います。なかなか見れないお布団でのコロちゃんの寝顔を楽しみつつ、私がアフレコでトークしていきたいと思います。なので変わり映えのないシーンが続くのですが、ラジオ感覚で動画をお楽しみいただけると幸いです。コロちゃんと本格的に一緒に寝るのは初めてなので、ちゃんとくつろいでくれるかが心配ですね。ここでコロちゃんがようやくリラックスモードに突入しました。顔を布団に埋めているコロちゃんはとっても可愛いですね。ということで、オープニングトークはこれぐらいにして、橘さんとコロちゃんのオールナイトニッポンゴールド、テレテレテンテレテレテンテテレンテレテンテンテンテレンテテレン。今回はコロちゃんの寝顔に密着しつつ、初めてのラジオっぽく動画を作っていきたいと思うんですけど、ラジオパーソナリティを務めます立花です。よろしくお願いします。ゲストにはコロちゃんが遊びに来てくれています。よろしくお願いします。立花さんのラジオの経験なんですけど、実は少しだけかじっておりまして、小学6年生の時の修学旅行のキッザニアでラジオパーソナリティを体験しました。もしかしたら今回の動画がラジオ関係の方の目に留まれば、私にもラジオのお仕事が来るかもしれないですからね。私自身も普段はラジオを聞くことが多くて、車の中ではNAC5をかけています。工場勤務時代は夜勤終わりに聞く深夜のラジオが密かな楽しみでした。ということで、今回は幅広いトークテーマを用意してきたので、家事や身支度のお供に聞いていってください。恋人の遅刻は何分まで許せる？私の場合は30分までですね。車の渋滞に巻き込まれてしまったとか、電車が遅れているとかなら全然いいんですけど、寝坊して遅刻とかは嫌ですね。寝坊するってことはデートを重要視していない可能性があるからな。私はデートの計画は綿密に立てるタイプなんで、その気になればしおり作っちゃうレベルですね。作ったことないですけど。男女問わず遅刻が当然の状態になっている人っているじゃないですか。当たり前じゃねえからな。極楽とんぼの山本さん、ご結婚おめでとうございます。そんな遅刻癖がある人に朗報なんですけど、遅刻魔は長生きするみたいです。実は遅刻魔には楽天的な人が多くて、ストレスを感じにくく、締め切りに対してリラックスしていると言われています。楽天的に生きることが健康によく、長生きする率が高くなるという研究結果があるので、遅刻魔の人も捨てたもんじゃないですね。しかし私はどっちかというと遅刻は許せない派なので、毎回のように遅刻されていたらいくら好きな女性でも恋心が冷めると思います。そもそも時間を守るのは最低限のマナーだからな。どうしたらリスナーが増えますか？コメントくれますか？アイテムくれますか？ DM くれますか？俗に言うファンを増やしたいということだと思うんですけど、私がやってきたのは毎日のように SNS や動画を投稿することですね。しかし影響力を持ったからといっていいことばかりではありません。リスナーさんにも積極的に DM を返したりしてたんですけど、最近はしてないです。私の中ではファンとの距離感を大切に活動してきたのですが、それが裏目に出てしまうことがあるのを学んだからです。昔はインスタライブなどをよくやっていたんですけど、最近はやらなくなってしまいました。ライブ配信ではどんどん見てくれる人が増える反面、私の配信に不満を抱える方も出てきました。配信での対応がファンの皆さんへの気持ちが伝わらないと言われ、お叱りの DM をいただくこともあります。そういうことが重なってストレスになり、動画が作れなくなってはいけないので、楽しみにしてくれていた方には本当に申し訳ないんですけど、ライブ配信をお休みすることにしました。配信というのはリスナーさんとの距離を縮める大切な手段だと思うんですけど、向き不向きがあるんだろうなって私は思いました。なので YouTube のコメントなどは積極的に返すようにしてますね。適度な距離感ってやっぱり大切なんだな。人間関係において身近な人はストレスになりやすいですからね。細く長く大事に続けていくためには一定の距離を保つことが大切だと思います。見たことある芸能人っている？私はあまり都会に行ったりしないので、見たことがある芸能人も少ないと思うんですけど、
私が人生で一番最初に見た芸能人はコウメ太夫さんでした。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃで、おなじみの方なんですけど、若い方は知らないかもしれないですね。私が5歳ぐらいの時にお祭りのイベントで来てたんですけど、思いっきり滑ってました。その頃はエンタの神様とかですごい人気だったと思うんですけど、今はあんまり見ないですね。昔はテレビが好きでバラエティ番組とかよく見ていたんですけど、今は全く見なくなっちゃって。しかし自主的にテレビを見なくなったら見なくなったですごい快適ですね。テレビを見ないようになっても全く困らないし、ストレスが減り、さらに自分の時間が増えているのを実感できます。テレビって続きは CM の後と言っておきながらすごく先延ばししますよね。続きが気になってイライラしながらも番組を見た結果、ネットで調べればすぐわかるような情報だったりします。ニュースとかも見ていると悲しい事件ばっかですごく嫌な気持ちになります。そういったストレスを減らせたのでテレビは見なくなって正解でした。ちなみにコロちゃんは見たことがある芸能人はいません。感動できる映画を教えてください。私は映画で泣いたことがありません。ちょっと変なのでしょうか。実は私も映画で泣いたことがなくて寝ちゃうことならあるんですけど、そんな私でもすぐに泣けるミュージックビデオを見つけてしまって、ドライフラワーで有名なユーリさんのレオって曲の MV なんですけど、私今まで歌とかで泣いたことなかったんですけど初めて泣きました。今もちょっと見たんですけど涙出てきちゃってMV に出てくるワンちゃんをコロちゃんと重ね合わせて見ちゃって、今泣きながらアフレコしてるんですけど、本当に冗談じゃなくて。思い切り泣きたいという方はぜひ聞いてみてください。短所をどのように克服してきましたか。人は短所を隠し自分のいいところだけを見せようとする生き物ですからね。しかし私は欠点こそがその人の魅力を引き立たせるものだと思っていて、わかりやすいのがコロちゃんのこの右耳なんですけど、もう二度と立たなくてコロちゃんのコンプレックスではあるんですけど、可愛くないですか。私自身も今まで生きてきて劣等感を感じることは大いにありました。顔にほくろが多くてチョコチップがいっぱいついてるとバカにされたり、それで鏡で見る自分の姿が嫌になっちゃって、自分の顔を鏡で見たくないのでずっと裸眼で過ごしたりしてました。大人になってお金を貯めたらほくろ除去を一番最初にやろうと思ってて、当時はなんでそんなに悩んでいたんだろうってぐらい今は全然気にならないですね。今思えばコンプレックスを隠すことばかりに意識が向いていたので、人と接することがストレスになりいつも疲れていました。コンプレックスは自分の最大の武器だということに気づいていなかったようです。だっていざ表舞台に立ってみたらこのほくろが褒められることだってありますからね。つまり私は他人と比較して勝手に落ち込んでいただけなんですよね。短所もあなたがあなたであることを明らかにする要素なわけです。なので短所は直さないで許しましょう。ここで橘さんがスマホをいじっていたらコロちゃんが怒り始めてしまいました。ちなみに母花さんは今お風呂とご飯を食べに行っています。お布団で寝ているコロちゃんは本当に可愛いですね。マナーパンツを履いているのでまるで子供みたいです。こんなにコロちゃんの寝顔が堪能できる動画は贅沢ですね。今まで何人に告白されたことがありますか。ゼロですね。勘違いしてる人もいるかもしれないんですけど、橘さんは告白されるほどモテません。なので自分からの告白しかないですね。告白は男性がするもので女性はそれを待っているというのが世の常ですが、自分から告白したいと思っている女性も多いのではないでしょうか。付き合うかは別として告白されても悪い気はしないと思います。男女問わず相当嫌われてない限りは自分を認めてもらえたということに素直に喜びを感じるのではないでしょうか。告白するのしよってるやついる？給料は安いけど楽しい仕事、給料は高いけどつまらない仕事、どちらがいいか。私の中で結論が出てるんですけど、給料は安いけど楽しい仕事の方がいいですね。工場勤務時代に夜勤を経験してたんですけど、私ってお金をあんまり使わないんですよね。工場で働いてた時はこんな辛い作業をしてお金を稼いでるのにお金を使わないんでバカバカしくなっちゃいましたもん。なので結局はお金より時間の方が大切なんですよね。
自分が楽しい仕事をしていれば、いろんなアイデアが生まれて、その気になればそれでお金を稼ぐことだってできますからね。そしてここからはコロちゃんにお布団をかけて2人で寝たいと思います。コロちゃんが綺麗な顔してますね。布団をかぶって2人で寝るなんて今までなかったので貴重な経験ですね。そもそも一緒に寝てくれるとは思っていませんでした。コロちゃんは立花さんのことが大好きなんですね。だってあっちのベッド他の犬の匂いがついてんだもん。コロちゃん用のベッドもホテルで用意してあったんですけど、そっちでは全然寝てくれませんでした。その上だと伏せすらしなかったですね。やっぱり他の犬の匂いがついていて嫌なんですかね。父と母がよく喧嘩しています。そのうち別れてしまうのではないかと心配です。どうすれば仲良くしてもらえるでしょうか。私の父と母は喧嘩をしないで有名なんですけど、むしろちょっと言い合いになったりしてると私が発言かって言って煽ったりします。夫婦喧嘩が激しかったり冷戦状態が続いていると、子供は家庭の雰囲気を感じて心や身体に悪影響が出やすくなるみたいです。子供の本心は親と共に仲良く暮らしたいですからね。なんで私の両親が仲がいいかというと、二人で一緒にいる時間が多いんですよね。夜ご飯は一緒に晩酌してるし、休みの日は一緒に畑仕事をしたりしています。たとえあまり会話をしなくても一緒にいることがある種のコミュニケーションになっているんですね。だからといってずっと一緒というわけではなくて、夫婦一緒の時間を持ちながら自分の時間も持っています。ここだけの話なんですけど、母花さんは携帯で漫画を読むのが好きで、みんなが寝てから夜に一人でこっそり見ています。お互いを束縛しないで相手が自由に過ごす時間を認めることも大切ですね。私が結婚したら2人を見習っていきたいと思います。地方の方言、独特な言葉や言い回しを教えてください。私は茨城県に住んでるんですけど、やっぱり茨城なまりがあって、この間の父花さんと晩酌したシーンでついついダッペが出てしまって、ダッペは標準語でですっていう意味なんですけど、あれは犬ダッペ？こんな感じで使います。あと私がついつい使ってしまうのは大事ですね。意味は大丈夫という意味なんですけど、小さい頃これを方言だとは思っていなくて、気持ち悪いのことをキモいって言うじゃないですか。その類だと思ってたら方言でした。なので茨城とか栃木じゃないと大事って使わないみたいですね。その日大事？こんな感じで使います。私はあまり使わないんですけど、青なじみというのも茨城の方言ですね。意味は青技です。青なじみになっちまった。聞き慣れてしまうと標準語っぽいですよね。ちょっと難易度が高くなると、ねんだからしゃんめとかも使いますね。これはないのだから仕方がないという意味です。小さい頃とかゲームをおねだりしたりすると、うちは金がねんだからしゃんめと言われたりします。最近知ったのは、なんつってた？もう方言なんですね。つるとは無関係で、なんと言っていた？という意味です。先生なんつってた？という感じで使うんですけど、ずっと標準語だと思っていました。彼女にするなら天然をはしっかり、彼女にするなら天然ですね。理由は天然の人の方が面白いからです。ただ私天然なんですって言ってる自称天然な人はあまり好きじゃないです。どんなに笑いのセンスがある人の言葉よりも天然ボケの一発の破壊力の方が上ですね。どちらかというと天然な人は頭が悪いというイメージを持たれがちですが、実はかなり地頭がいい人が多いです。どんなに美しい女性でも話がつまらなかったり、いまいち盛り上がりに欠ける女性と一緒にいるより、面白い女性と一緒にいたいと思うのは当然なことです。男は完璧な人よりちょっと抜けているくらいが可愛いと思うんですよね。男心も難しいな。夜どうやったら眠れますか？睡眠に関してはいろいろ研究してるんですけど、結局は寝るときスマホを寝室に持ち込まないというのが一番いいですね。10時に寝ても夜中の2時とかに1回起きたりすると、どうしてもスマホをいじりたくなっちゃって、それでいじり始めちゃったら1時間ぐらい起きちゃうことがあったんですけど、最近寝るときはスマホをリビングに置いてきて寝るようにしてます。そしたら睡眠の質が格段に上がりました。スマホは毒だなって最近本当に思いますね。
確かにたくさんの情報を手に入れることができるし、すごい便利なんですけど、その分情報を浴びすぎてストレスだと感じることもあるので、スマホとのうまい付き合い方を最近勉強してます。いろんな本に書いてあるんですけど、寝る2時間前からはスマホに触らない方がいいみたいです。自分で言うのもなんですが、容姿も悪くなく仕事もできる方だと思います。しかしながら男性からあまりアプローチを受けません。考えられる理由はありますか？つまらないからです。将来なりたい職業を教えて。現状だと会社員を2年、 YouTuber を約3年やったんですけど、どっちにもいいところがあるし悪いところがありますね。私的には会社員の経験は全然無駄じゃなかったですね。むしろそこで辛い経験をしたからこそ今の成功があると思ってるので、比べてしまうとやっぱり YouTuber の方が楽しいです。このまま YouTuber 一本でやっていくっていうのもいいんですけど、将来的に何か経営にも携わってみたいという気持ちがありますね。例えばチーズケーキのお店を経営しちゃうとか。どうなるかはまだまだ全然考えていないですね。とりあえず今はコロちゃんのお世話を頑張りたいと思います。母花さんが父花さんとイチャイチャしているのが全然帰ってきません。とりあえず部屋を暗くして本格的に寝る体勢に入ってしまいます。ちなみになんですけど、夜中はコロちゃんが起きちゃって大変でした。果たしてホテルで過ごす2人のモーニングルーティーンはどのようなものであろうか。ごくー。さーて、来週の橘さんちは？いつもお世話になっております、父花です。橘さんと母花さんはなかなか眠れなかったようですが、私は7時間寝ました。さて次回は橘さんとコロちゃんのホテルでのモーニングルーティーン、家族で行くフラ